はい、三宮に行ってきました。ここはね、神戸の中心地。一番人が多い。で、あれ、上の電車、阪急電車、脱線してたもんね。ちょっと読めるかな。阪神タイガース優勝みたいなね、日本一みたいな書いてるね。いい年だったよね。でね、あの向こうの通路はね、食堂街があるんだな。結構ね、変わったお店が多いかも。空港バス、関空、伊丹空港行き。ディープスポット行ってみよう。そう、こっちがね、神戸のディープスポット。トワイライトゾーン。これね、JR と向こうが阪急のガード下、ね、ほら、すごいでしょ。これが2つのね、鉄道会社のガード下。これなかなかないですね。有楽町のガード下ってなかなか有名ですけど、あれ JR だけでしょ。で、京浜急行のガード下、日の出町、昔こんな感じだったな。でもみんな退去させられちゃって、あの商船の人ね、今はもう単なる普通の綺麗なお店になっちゃった。なんか画廊みたいなね、絵を売ってそうな高級感になるんだけど、昔はこんな感じだね。で、一部こうやって綺麗にしてるんだけどね。あ、バーガーキング福袋やってねえかな、行ってみよう。確かネット注文でなんかよくわかんねえようになってんだよな。あれ、割引終わっちゃったんだね、28日ね。ちょっとね、聞いたんだけど、ケンタッキーフライドチキンの福袋は明日からだそうです。で、神戸なんで来ないんで、今日やってなかったら買えない。明日探しに行こう。三宮駅。大阪方面。これから、あれ行こう。前回行かなかった天王寺。阿部のハルカス行こう。よっしゃ、はい、はい、大阪に帰ってきました。時間がね、5時半、約ね、やっぱり12時間半、ずっと電車乗ってました。いや、あれでも観光したからね、10時間ぐらいかな、やっぱりね。で、いやー、でもね、ディズニーランドがめちゃくちゃ混んでたね。そこちょっと厳しい。ね、さあ、でしょう。